前提としてすでに首都の全通信網とネットワークは私たちで抑えているわ。反乱勢力の戦力配置や展開速度はさすがのものだけれど、見たところこちらが情報網を完全に掌握したことにはまだ気づいていないようね。最初にエスメレーがハッキングした影響で各方面のプロテクトレベルが下がっていたな。おかげで解除工程のいくつかを省略できた。彼女には君たちのザイファの固有周波数のフェイクを発信しながら飛んでもらっている。エルメス少佐、あとどれくらい敵を引きつけ続けられるかね。お望みとあらばいくらでも。特殊訓練を受けていない操縦士たちに私の動きを捉えることはできないわ。敵戦力の東西への誘導、協力かたしけない。ま、こんな状況だし、情報屋としてこのくらいはな。それに、俺たちとしても他人事って気はしないんでね。特に私は、なんだか取り返しのつかないことをしてしまった気がするの。だったら、落とし前をつけられる機会があるとしたら、今しかない。なるほど、そちらもか。動きがあったようだ。これにてごめん。